チャオです。おはようございます。10月9日、祝日ですね。腹筋ローラー193日目、ダイエット開始より168日目になりました。チャオですね、昨日で、家に来てくれて、4週間経ちました。7月7日生まれで9月9日に、家にやってきたので、まあそうですね、それ逆算すると、まあ、生後3ヶ月過ぎたぐらいですね。まあ4週間前うちに来てくれた時から比べると結構でかく大きく、なってます。まだもちろん小さい、3ヶ月なんで小さいですけど、やることももうすばしっこいし、ちょっと目を離すというか、まあドアを開けとくと、もうどこに行ってしまってるのか、もうそうですね、宝探しっていうんじゃないですけど、探すの大変ですね。まあワンちゃんの場合はね、目線低くして見てればいいですけど、猫の場合は本当にもう、そんな高いところにいたのというようなところまで上がっていたりするし、もうこんなとこ入れんのっていうところにもう普通に入ってってしまったりも、するので、なるべくこう目の届く範囲で一緒にいるように、あんま話してる時もいるようにはしてるんですけど、もうちょっと扉が開いた瞬間、ファーッともう新幹線のような速さで、多分音速ぐらいのスピードは出てんじゃないのかな。まあ本当早いですね。で行ってしまうので、まあ今年62になるね、もうジジイには到底太刀打ちできないというか、追いつくこともできず、まあもう行ってしまった瞬間諦めですよね。上に上がっちゃったと思うと、まあ上まで探し連れに行くわけですけど、まあでも、それによってちょっと足腰の運動をさせられてると思えば、でもできりゃ歩きたくないですね。まあでも毎日毎日、いろんな発見があったり、すごく、癒しもチャオから、受けてます。だからやっぱり、まあ、自分のこうなんですかね、精神状態というか気持ちというか、まあ、チャオが来る前と、来た後ではやっぱり柔らかくなってるのかなというような、感じはしますね。まあ結構やっぱり、常にまあ同じ家の中にいても仕事してる間なんかはやっぱり気になるので、ちょこちょこ、チャオのところを、気にして見たり、名前を呼んだり、まあそういう日常が、当たり前になってきているのかな。まあ本当に、まあ生き物を、育てる飼うということは、まあ苦労や、大変なことも、たくさんありますけど、まあそれをもう、補うほどのやっぱり楽しさ、嬉しさ、まあ癒されたりがあると、まあ私動物好きなんで、まあ動物好きな人にとっては
まあそういうことなんだろうなと思います。ダイエットの方は、まあ連日まあ多分言ってると思うんですけど、とにかく、ここのところお腹すくんすよね。まあもうそういう一応人の段階というか領域、もうちょっと落ちにくくもなってるということもあって、体が、食べ物を求めているのかなと、いう感じもします。だからそこはまあ我慢しないで、ちょっとつまみ食いとか、してるするようには、しています。また、明日から、明日も続けていきますのでよろしくお願いします。